はい、皆さんこんにちは。リシンクペーパープロジェクトの清水聡です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この番組では様々な切り口からこれからの紙の価値を考えたり、紙にまつわる情報、たまに紙に全く関係ない情報を発信しています。僕4歳の子供がいる、息子がいるんですけれども、4歳になると戦隊ものにハマってきてですね、今やってる戦隊もので、ドンブラザーズっていうのがあるんですけど、ドンブラザーズっていう、これねすごいんですけど、桃太郎をモチーフにした戦隊ものなんですね。当然主人公は桃太郎をモチーフにしているんですけれども、それにハマっていて、で、休みの日になるとドンブラザーズを見せろということで、ドンブラザーズを一緒に見たりするんですけれども、これ困るのが、車でどっかに行くときに、車で、ね、僕が音楽を流そうもんなら、ドンブラザーズの曲をかけろと言ってくるんですね。で、オープニングとエンディングの3分そこそこの曲だと思います、それをかけろって言ってくるんですね。で、この前金沢に行ったんですけれども、片道1時間半往復3時間なんですけれども、これね3時間ねずっとドンブラザーズの曲をかけさせられて、3時間ですよ、3時間で、ね、3分そこそこのドンブラザーズの曲をずっと聴いてました。これね本当に地獄でした。ちょっとちっちゃい時だったら寝てくれたりしたんですけれども、もうね寝ないんですよ、これが。ずっと飽きもせずドンブラザーズの曲を聴いてるんですね。僕はねキングヌーとか聴きたいですよ。キングヌーをかけようもんならドンブラザーズに変えろと言ってくるんですね。どなたかこの対処法を、教えてください。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、セルロースナノファイバーが農業を救うというテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。以前の放送で北越コーポレーションさんのリーセルというセルロースナノファイバーをご紹介しました。これが、人工衛星に使われますという記事をご紹介いたしました。セルロースナノファイバーっていうのは、紙にの原料になる植物の繊維ですね、言ったら紙っていうのはセルロース繊維の結合によってシート状になったものが紙なので、それをセルロースナノファイバーはナノ状態に持っていくんですね。もっと細かくする、そうするとセルロースナノファイバーっていう状態になるっていうふうにお伝えしました。これが例えば食料の増粘剤に使われたりとか、この前だと人工衛星に使われたりっていう話をしましたね。同じようなガラス繊維とかと比べて軽いし強度もあるということで、いろんなところの活用が期待されている、そんな素材ですね、セルロースナノファイバーです。で、これが今だと大手製紙メーカーさんは、ほとんどそういうセルロースナノファイバーっていうのは製品で持っていて、結構セルロースナノファイバー事業部みたいな感じで、結構ご利用ししている、そんな素材ですね。セルロースナノファイバー時代の、製紙メーカーを救う素材になるというふうに言われております。はい、で今日はですね、そんなセルロースナノファイバーの中で、中越パルプ工業株式会社さんの、商品をちょっとご紹介したいと思います。商品名がナノフォレスト S という商品ですね。これが、農業資材として法人向け試験販売を開始したという記事があったので、こちらをご紹介したいと思います。セルロースナノファイバーが農業資材っていうことでちょっとピンとこないと思うんですけれども、これね、農業で例えば植えた作物に殺虫剤とか防虫剤みたいなのを撒くことあるじゃないですか。
それの代わりになるものとしてセルロースナノファイバーを使いましょうという商品です。これナノフォレスト S というセルロースナノファイバーですね。中越パルプ工業さんの商品です。このセルロースナノファイバーをその殺虫剤と同じ原理で、作物の葉っぱに散布することで、マスク効果、それからカモフラージュ効果が得られると言われています。まずマスク効果ですね。これは、セルロースナノファイバーが葉っぱをネット状に覆って菌の侵入を防ぐというのがまず一つ、マスク効果ですね。それからカモフラージュ効果、カモフラージュ効果っていうのは、このセルロースナノファイバーを、が作物の葉っぱを覆うことで菌がですね葉っぱの表面だっていうふうに認識できなくなるらしいです。はい、これがカモフラージュ効果、作物の葉っぱに散布することでマスク効果、それからカモフラージュ効果が得られるというのがまず、このナノフォレストの、メリットですね。これが一つ、これはまあ殺虫剤とかと同じ効果ですね。それからまあセルロースナノファイバーなので環境に優しいよっていうのが殺虫剤と違うところですね。主成分がこれセルロース繊維と水だけなので、まあ、有害な殺虫殺菌成分は含まれていないということで、これ地球にも人にも優しい殺虫剤とか、まあ、防虫剤ですね。でこのセルロースナノファイバーナノフォレスト S なんですけれども、これセルロースナノファイバーっていろんな作り方製造方法があるんですけれども、このナノフォレスト S に関しては、水中対抗衝突法、通称 ACC4 という製造方法をとっています。これどういう製造方法かというと、パルプを溶かした水溶液同士をこれ衝突させます。衝突させてその衝撃で繊維を細かくするっていう製造方法なんですね。なので本当に原料のパルプと水しか使っていない製造方法ですね。なので本当にこう地球に優しい、セルロースナノファイバーということです。それからこれ農業に役立つ、地球にも人にも優しい、農業資材ということで、これからですね日本っていうのは人口が減っていますけれども、世界的に見ると人口は増えていますよね。世界的に人口が増えている中でこれから食料問題っていうのが出てくるだろうというふうに言われています。でそんな中で、まあ、このセルロースナノファイバー農業資材ということで、まあ防虫剤ということで安定的な食料生産のを助ける素材になるかもということで、もしかしたら世界人口が増加した時の食料問題を助けるきっかけになるかもしれないということで、非常にこうポテンシャルを持った、製品です。ナノフォレスト S、 中越パルプ工業さんのナノフォレスト S ということで、今日は、セルロースナノファイバーが農業を救うかもという記事を、ご紹介いたしました。今日の放送がいいなと思った方は、番組の高評価を押していただけたらありがたいです。今日はこの辺で失礼します。それでは失礼します。